兵庫県道42号甘ヶ崎宝塚線は、兵庫県天ヶ崎市から宝塚市を結ぶ県道である。南側に接続する兵庫県道192号、天ヶ崎港、ストクイン線とともに2宝線と呼称されている。この道路はもともと、阪神電気鉄道系列の宝塚、天ヶ崎電気鉄道が、天ヶ崎宝塚の鉄道免許を取得して建設し、 路盤が完成したものの甘ヶ崎市内乗り入れ問題で、挫折、その後路盤を舗装して、バス専用道として利用されていたが、戦時中に兵庫県によって買収され、県道となった。その名残で現在でも、阪神バスが甘ヶ崎市内と宝塚市内を結ぶ路線を運行している。既存の鉄道から離れた区間を通るため、バスの便数、利用者は多い。道路は、 天ヶ崎市内の阪急神戸本線を縦断する立教区間と天ヶ崎市の阪神バス、地ともバス停付近から今陽里南バス停付近の間の区間、宝塚市の福祉センター前交差点から中国自動車道宝塚インターチェンジに宝船出入口付近の区間以外は全て4車線化が完了し共用を開始している。前述の小浜南航区は 慢性的な渋滞が発生しているため IC の出入り口を高架化、本線4車線化する工事を行っており、平成30年度供用開始を目標としている。その他の工区も令和5年度までに完了する見込みである。阪神バス、混用里バス停鉄道未成線を流用したため、一部区間ではその痕跡が残る。全体的に直線が多いことに加え、 天が崎市内の関西労災病院付近では、西側に側道がある。また道市内の向この里2丁目、西今葉1丁目付近にも将来の拡幅を見据えて、事前に設けられていた速道が見られる。また、阪急神戸本線を乗り越す陸橋は、前後4車線の中で、ここだけ2車線で、比較的緩やかな勾配となっており、それを忍ばせる。 1987年頃まで JR 神戸線をくぐるガードも上下1車線ずつで、いかにも鉄道を通すためという雰囲気を持っていた。この区間を走る阪神バスも一部停留所では駅名標のような停留所名板がついた屋根付きの待合所が設けられて、あたかも駅のような雰囲気を醸し出していたが、2017年6月現在で残っているのは西大島と小浜のみである。 起点となる西大島交差点沿線の史跡としては国道171号と交差する混用座と交差点付近に南北朝時代の武将である孔諸直が殺された地点とされる諸直塚がある。また、その北東側寺本二丁目には行基が混流した混用寺がある。商業施設等を見ると人口密集地帯を走るため沿道には関西スーパー、万代、 マックスバリューといった、スーパー、エディオン、山田電機といった、家電量販店、DCM 大器といった、ホームセンター、ファミリーレストランや、ドラッグストアなどが林立している。とりわけ、今陽座と交差点付近には、泉や今陽店を中心に、商業施設が集積している。また、伊丹市、池尻の三菱電線跡地に、イオンイタミ今陽ショッピングセンターがオープンした。 その他、総合病院としては、地域有数の規模を持つ、関西労災病院が、甘崎市内の沿道に存在する。ありがとうございます。